ハロー YouTube、 皆さんご機嫌いかがですか。北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。本日はですね、この大きなちょっとした棚を作りました。まあ、植木鉢をこのいくつか載せられるような、棚ですね。で、頼まれたんでこれ作ったんですけど、ペンキはね、自分で塗るからいいとかって言われたんですが、一応ちょっとクラシックというかヴィンテージ風にちょっと塗ってもらって、もしその後に塗りたければその上にまた重ね塗りっていう形でやってもらおうかなと思ってます。それではね、早速ね、もう出来上がってるんで、形はもうできてるんで、ペンキを塗っていこうかなと思います。まず最初に裏から、あ、これね、どういうペンキを塗るかっていうと、これですね。この間もちょっと塗ってみたんですけど、アンティークメディウムっていうやつですね。これを塗ったらその後に布で拭き取って、ちょっとアンティーク風になりますよっていうことですね。その茶色バージョンです。アンティークメディウムね、皆さんも見たことあるような感じの色だと思います。茶色っぽいやつ、これ下にありますけど、あれはね、茶色を塗ったんですけど、違う色も塗ってあるんで、ちょっと違った色ですね。まあ、塗ってみればわかると思うんで、ちょっと見ていただければいいかなと思います。それではね、早速塗っていきたいと思うんですけど、まず上から塗るとちょっと塗りづらくなっちゃうんで、まず下を最初に塗ってから、それから上に、塗っていこうかなと思います。なので、これは向きをちょっと変えて、下ですね、下向きにしようかなと思います。これなんですけど、実は裏を見てもらうと分かるんですけど、ここですね、ここ。これね、ちょっとやっぱりこれだけだとちょっとグラグラしちゃうんで、ちょっと補強入れました。見た感じはちょっとあんまり良くないんですけど、すっきりしないんですけどまあ裏の方に、裏っつうか後ろ側にこれを持っていけば、まあそんなには目立たないと思います。別にこれがあってもね、表にもこれがあっても別に変じゃないと思いますけど、まあ一応表側は向こう側ということで、進めていきたいと思っております。はい、それではですね、早速ペンキを塗っていきたいと思います。これね、ミルクペイントですね。ターナ、植栽株式会社ってやつですね。はい、それではね、やっていきたいと思います。これだけの量塗るんで結構時間がかかると思いますけど、まあその辺はまあ飛ばして見てもらえればいいかなと思いますね。まず最初に裏側から塗っていこうかなと思っております。はい、それではね、これはね、もう使い回してるハケです。はい、こんな色ですね。はい、それではまずこっちの裏から塗っていきたいと思いますね。これです、こんな感じですね。はい、本当はね、全部バラして、ビスをバラしてそれで塗っていけばいいんですけど、こんだけもう組んじゃうと、もうバラしてね、その後ね、また組み上げるのがね、ちょっとね、余裕なこんじゃないんでちょっとそれはもう一応勘弁してもらって、これで塗っちゃいますね。バラせばね、結構細かいところまで塗れると思うんですけど、ベタベタも取っちゃってます。結局これ拭き取るんで、そんなに丁寧には必要ないかなと思います。丁寧な方がいいんかな、拭き取るから、ね、よくね、ダメージ加工風に塗るのは結構粗っぽく塗った方がかえっていいんですね。そういう、
ですね、一応ねペンキが塗り終わりました。これです。アンティックメディウムってやつですね。これがねちょうどねこれ塗り終わってちょうど終わりました。はい、それではね雑巾を用意してもらって、まあタオル用意してもらって、これでちょっと拭き取っていきたいと思います。はい、それではやってきます、ね、一応あの木目が出るはずなんですけど、ちょっと少しね乾いちゃったんですよね。ちょっとねちょっと時間が経っちゃってなかなかね拭き取れなかったんで少し乾いちゃってます。ちょっとねちょっと邪魔がちょっと入っちゃったんで、ね、ちょっと、ね、時間を置きましたいやー参ったなこれもう少しね早くね拭き取ればよかったんですけど、だいぶ乾いちゃう。まあ大量なんでなかなかね、全部塗り終わった頃はもうほぼ乾ききっちゃってます。まず表だけでもね、拭き取っていきたいと思います。だいぶ乾いちゃいましたもうほとんどね色が落ちないんですね弱ったこれしょうがないよいしょ、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 
しましょう。さよなら、ごきげんよう、またね、バイバイ。はい、ちょっと近くに寄ってみます。こんな感じですね。なかなかでしょね。いいんじゃないかな、こんな感じで。はい、どうも、最後まで見ていただきありがとうございました。それではごきげんよう、さよなら、またね、バイバイ。